バイパス道路。バイパス道路とは、市街地などの混雑区間を迂回、または峠、山間部などの境隘区間を短絡するための道路である。略称は、バイパスや BP。また、地図では、BP、英語、バイパスと略されることもある。英語のバイパスは、付随的、間接的を意味し、本来は、血管手術や電気回路設計などで使用される用語であったが、 現在は主にメイン道路を避けて通過できる道路にも用いられるようになった。交通量が増加して渋滞が発生している場合、道路交通要領を超える交通集中あるいは交差点など交通処理システムの問題が考えられる。このうち道路交通要領を超える交通集中に対しては道路拡幅やバイパス道路の建設といった道路改良事業によって 道路交通容量を大きくすることで問題解決が図られる。バイパス道路は既存の道路に新たに併設する道路である。市街地中心部では一般に道路に流入する交通量が増えるために交通渋滞が起こりやすくなり、特に渋滞がひどく交通の流れに支障をきたす道路では並行する形で従来の道路と比較してより広く信号交差点の少ない道路を作り、 全体の交通の流れを改善させようとするものである。また、山岳地の峠道や渓流沿いの曲がりくねった線形の悪い境外道路では、トンネルを掘って標高差を少なくしてつづら折れなどのカーブをなくしたり、曲がりくねった道を全体としての直線上の線形に整えて道路を拡幅して自動車が走りやすく改良することもある。このため、 バイパス道路として作られたトンネルの高校付近には、旧道への分岐点やその痕跡が見られることが多い。競技には、本道の日天間を別経路で接続する道路を指す。本道と同じ路線名が付与され、区別するために、バイパスなどの名称が付加される。バイパス道路の奇襲点のうち、一方あるいは両方が本道と接続していないことも、あるが、将来。 延伸して接続する構想がある場合や、他の路線を経由した間接接続として建設されたものある。講義にはバイパスの名称が付いていなくても、実質的にバイパスの役割をしている別の路線のことも指す。バイパスとして建設された道路が本道、原道とも言うとなり、それまで本道だったものが旧道として格下の路線となる場合がある。 このように立場が逆転した後も、本堂、かつてのバイパスが、事故や災害、交通量の増加に伴い、建設当時の許容量が逼迫するなどが原因で、渋滞や通行止めとなった際には、旧道、かつての本堂が、迂回路としての役割を果たす。バイパスが本堂となった場合、通常こちらはバイパスではなくなるが、道路の相性名がない場合や、 バイパスという故障が強く浸透している場合などは、引き続きそれが用いられることがある。また、複数の路線を横に接続する道路がバイパスと名付けられることもある。日本の行政上の専門用語では、全線開通したバイパス道路は、従来の道路を旧道にして、新しい原道として一般に扱われることが多いが、バイパスとして両端が、 原動に連結されず全開通に至らない部分、開通したバイパス道路区間は振動に区分される。基本的には在来の旧道と比べ線形改良と拡幅がなされ、カーブや勾配を少なくするためにトンネルや掘り割り、高架橋を多用したり、信号を少なくするために立体交差構造にしたり、より高規格な道路として開通する。なお、 計画時の整備予算の都合や、交通量の予測、用地収容の進捗などにより、暫定に車線道路として開通し、後に拡幅、完成になる場合や、平面交差で開通し、後に当初計画の通りあるいは計画変更して、立体交差化される場合もある。バイパス道路は計画された、道路全体が完成してから開通させる場合と、 計画したバイパスの延長が長距離のケースなどでは、道路を管理する行政の予算的な都合に応じて、その一部分の区間だけを年度ごとに先行して完成させて、従来の道路とは交差する連絡道路で結び、はしご状に段階的に強用していく場合がある。ある市街地に対してバイパス道路を設置することにより、通過交通、その道路を通過するだけの交通が、 市街地を通ることによって発生する渋滞、事故、騒音、排気ガスによる大気汚染どの問題を軽減したり防いだりすることができる。市街地では難しい大規模な道路拡幅も可能となる。通過交通のためだけでなく、その市街地を出発地、または目的地とする交通を円滑にいる役割も持つ。主要道路でありながら車線数が少なかったり線形が 悪いなどの要因でボトルネックになっている区間などの交通問題を解消するため一般的には建造物の密集した市街地を避け土地取得の比較的容易な郊外部に建設するケースが多い。山間部に多く見られる屈曲した境外区間に対してバイパス道路を建設することによりボトルネックを解消し疎遠であった 地域間交通を促進する効果が発生する。また、大型車の通行を可能とすることで物流の活性化を図ることができる。路肩崩落などの災害が多発する区間に設けられる。バイパス道路の場合は、事故発生防止、災害復旧費用の節減、災害復旧のための普通機関の縮小などの効果が期待されることも多い。バイパス道路が作られると、 それまでの道路は、旧道と呼ばれるようになることが多い。また、この旧道は、行政上移管されて、各下の道路区分、例えば、一般国道に対する都道府県道、市町村道に位置づけられることがある。ただし、一般国道のバイパス道路が有料である場合は、召喚期限が過ぎて無料化されるまで、旧道も一般国道指定のままであることが通例である。 また新しい道路が、原道に位置づけられた場合は、バイパスという名称は、不自然であるが、そのままになっている場合も多い。地方都市では、車の往来が、バイパス道路に移ってしまい、本来の国道原道などのメイン道路があまり、使われなくなり、錆びれてしまうことがある。山岳地帯の場合は、交通需要や道路維持費用の都合により、旧道が放棄されてそのまま廃道になる場合もある。 大都市周辺では、バイパス開通後も、旧道の交通量は多く、依然として主要道路として機能することも少なくなく、在来道路が国道であった場合は、都道府県道、市町村道への広角に反対する沿線住民もいることから、路線指定は国道のままとなる場合がある。また、1から2桁番号の幹線国道にバイパスが開通したときは、 旧来の路線番号から3桁の路線番号指定へ変わることもある。バイパス道路は通行料が無料の場合と有料の場合がある。多額の事業費がかかった場合などには、受益者負担の観点により、道路利用者から料金を徴収する有料道路となる場合がある。この場合、召喚が終わるなどして、有料のバイパス道路が無料開放されるケースも見られる。また、 開通時から無料での通行が可能となっているものもあり、新潟県新潟市にある新潟バイパスなどがそれに該当する。近年では交通需要の大幅な伸びにより、以前建設されたバイパス道路が手狭となり、バイパス道路をさらにバイパスする道路の建設も行われている。例えば、建設中の国道17号揚尾道路は以前、 建設された国道17号大宮バイパスとほぼ同じ区間をバイパスする形である。また国道1号刑事バイパスは五条バイパスの第2京阪道路は平方バイパスのさらに外側を介するバイパスである。また高速道路を建設するため一般国道のバイパスという名目で国土交通省直轄の高速道路が建設されることもある。このような場合は 機関道路としての国道が格を地することはな例えば、国道2号の広島岩国道路は、山陽自動車道と別の道路として事業化されたが、本線が山陽道と直結していて事実上の一部区間となっている。なお、高速道路はそのものが一般道路をバイパスする役割を持っているが、場所によっては地域内の通行が圧倒的に多いことがある。 これらの地域では高速道路自体のバイパスを必要とされる一方、有料道路として建設された地域では、無料の一般道路に交通量が増えて渋滞しているのに、有料道路が換算としている例もある。このような有料道路では夜間に料金を割引もしくは無料にしたり、国や自治体が買い取ることによって、召喚期限前に無料開放されたりすることが暫定に車線。 完成4車線で建設された後、無料開放になっても4車線化されなかったバイパス道路において、有料時代は暫定に車線でも十分なほどの交通量だったのが、無料開放によって交通量が激増して渋滞が頻発する場合も見られる。フェリーの航路であって、陸上交通の道路があるがこれを代替する役割がある場合、これを海のバイパスと、 通称することがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。